ご家庭や商店などの低圧の電気設備は北海道電力ネットワーク株式会社から登録調査機関として委託を受けた北海道電気保安協会が4年に1度一軒一軒訪問し調査業務を行っています。対象となるお客様には事前に調査日をお知らせし、予定日に直接調査員がお伺いします。調査員は資格を有した協会職員で、必ず胸に調査業務従事者証をつけたこちらの制服でお伺いします。お客様がご在宅の場合、屋外における調査は電線を受けている付近や屋外配線などを目視確認するほか、屋内における調査は分電盤内部の点検、開閉器の端子点検、絶縁状態の確認を行います。またお客様に電気の安全な使い方のご説明を行うとともに、電気に関するご相談も受けたまわっています。お客様がご不在の場合、屋外配線の確認と電気メーター付近で屋内の絶縁状態の確認を行います。なお、お伺いする調査員は調査費用の請求や見積もりなどの行為を行うことは決してございませんので、ご安心ください。